また天然を出しちゃったところがありまして、それを何かを説明しながらやっていきたいと思いますけど、これ一個、俺なんか見たことあるのかなないんかなとか言ってたけど、絶対なかったわ、俺これ。あのね、まだ2個しかも見つかってない状態です。1周目した時に、まずスタートした時に、あって、お、あるやんつって。見てくださいよ。これやったんです、ほら。ほら、あ、そう、ほら、あ、違う、ほら。で、おーって言って気づいたっつって、実はこれ、ほら、強制スクロールやから、この平方こっちに歩いてくるの待って、こう食べて戻らないと気づかないんじゃないのって、気づいちゃったよーんって言ってたんですけど、全然あれじゃない。しかもあれ、よく見たらもう1匹いる。もう1体いるし、ゴールのところに4体いる。だから全体的に6体は確認されてるんです。あれじゃないんですよ。で、あれじゃない、これを、しかもコインを今回集めながら、そろそろガチャガチャに備えて、ちょっと足りてないんだよ、最近。探してると、見つかりました。ちょっと赤っぽいヨシが岩を支えてて壊れるとこにあるんですね。この恐竜で壊されるとこに、コネザウルスで壊されるとこにあるんですね。だからこれが今2個しか見つかってないんですけど、その2個のうちの1個が今のやつやったかどうかも分かってないんで、ちょっと、じっくりチェックしてたら見つかるんじゃないかな、と思います。あ、でもそのためにはさ、今みたいに1個も卵を持ってない状態っていうのは避けなければいけない。やばい。あ、危ね。そこにいる。あ、ってことはやっぱり俺違った。さっきの1個目見つけれてなかったわ。この2個目を1個目として見つけてたから、2個目3個目を僕は場所を知ってるんですね。だから、最後早くなる寸前やったんで気づかなかったような気がする。あ、違うかな。まあいいや、そう、どれを気づいてたかとか誰も、あー、倒したあかん。卵にしてな。誰も興味ないと思いますから、ちょっと適当に喋っていきたいと思いますけども。ね。うわー、コイン出してる場合か。場合やな。まだ場合や。貴重な兵法を返してくる。あ、違った。え、今もしかしてあった下に。嘘や。見てなかった。まだ早いよね。絶対早くなってからあるもんな、一個な。そういう、こういうのって。制作者の意図に立つと。制作者に糸に立った状態で探してます。あ、LINE 来た。っていう筆頭からコメントをいただいてます。僕が制作者だったらどこに隠すだろうな、ということを考えながら、あ、いた。考えながらやってますっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。もうおしまいかな。おしまいやった。ありがとうございました。ちょっとだけ難しいのは2個あるぐらいのサンドランドでした。まだ今の3大難しいとされるポチの絵、リスコさん、プラチナ石には及ばないけど、まあまあサボテン岩と石と今のやつがちょっとだけ難しい。まあまあ難しくないかな。まあそういう感じでした。